本日の中央幹事会についてご報告をいたします。まず、委員会人事でございます。2040年ビジョン、検討委員会がありますが、中川康弘さんを、事務局次長、党の人事を決めました。統一外選挙は7議会16名について公認をいたしました。一般市長選挙の態度決定でございます。お手元にある通り、愛知県豊田市、自主投票、岐阜県飛騨市、続くさん、県本部推薦、岐阜県本巣市、藤原さん、県本部推薦でございます。2月の10日土曜日でございますが、13時から全国県代表協議会を開催をいたします。公明会館でございます。国対委員長の方から国会の報告がございました。明日、国会が召集をされます。来週月曜日、予算委員会の集中審議、政治と金の問題について、衆参でそれぞれ3時間ずつ開かれます。30日に政府4演説、で31日から2月の1日2日と衆参の代表質問が行われます。昨日、政府提出法案について、正式に、報告があり、58本、条約が11本、承認案件1件という内容でございます。石井幹事長の方からは、昨日の二国での報告がございました。山口代表の方から、政治と金の問題につきまして、やはり政治資金規正法の改正、これは重要であると、政治資金の透明化、また罰則強化についてしっかり、先週、党として取りまとめをいたしましたが、与野党協議にしっかり臨んでいこうと、まあ、こういう話がございました。以上でございます。それではご質問のある方は、挙手して、お名前を明らかにした上で、ご質問をよろしくお願いします。田中さん、どうぞ。毎日新聞の教授です。政治資金の問題についてお話します。一部報道で、自民党側は安倍派の幹部に対して、政治的責任を明確にするため、離党や議員辞職を決断するよう、求めたことが一部報道で明らかになりました。このようなその動きをどのように評価されますでしょうか。自民党の中間取りまとめにも書いてあったと思うんですけども、説明責任、関係者の説明責任、また政治責任をしっかり明確化していくと、まあ、こういう趣旨のことが書いてあったと思います。まあ、その一つの表れなんだろうというふうに理解しておりますが、これはまあ自民党内の問題でございます。ぜひ説明責任、政治責任を明確化するという観点から、まあ、党内で、自民党内でしっかりとね、検討してもらいたいと思います。他にいかがでしょうか。どうぞ。東京新聞の大野と申します。関連でお尋ねいたします。自民党が示した中間取りまとめ案ですけれども、こちらについては収支報告書の提出に外部監査を義務付けるですとか、派閥パーティー の禁止等の内容が盛り込まれております。報道等でご存知の範囲で構いませんので、この内容に対する評価をお聞かせください。いわゆる派閥政治団体のですね、政治資金パーティーを廃止をする、それを禁止をする、等々のですね、取りまとめがあったと承知をしております。そういう意味では、派閥の、これまで派閥の持ってた役割ね、機能のうち、お金の問題と人事の問題、まあ、これについてね、派閥の機能から除外をすると、まあ、こういう判断をされたこと、これは評価されてしかるべきかなというふうに思っております。むしろこれからしっかりそれを実効性をある形でね、やっていただきたいというふうに期待をしております。で、中間取りまとめの中にはですね、政治資金規正法
についてですね、どうしていくのかという、まあ、具体論についてね、ちょっとまだ踏み込めてないんですね。まあ、これからの課題だという認識だと思います。やはり政治資金の透明化をどうね、確保し強化していくのか、さらには、政治家本人のね、責任、法的な責任、罰則の強化をどうしていくのか、連座性の強化も含めてね、どうしていくのか、これについて具体的なですね、提案は、まあ、これからなんだと思いますけども、なされていません。しっかりね、この透明化の問題、政治資金の透明化の問題と、やはり議員自身が、会計責任者の責任だけではなくてね、議員本人がどう責任を持つのかと、法的な責任を持つのかということが、やはり国民の関心事であると思います。まあ、そこはしっかりとね、規制法の改正をね、していかねばならないと思いますので、まあ、しっかり我が党もね、積極的に議論に参加をし、まあ、リードしていきたいというふうに思っております。他にいかがでしょうか。テレビ朝日平井です。今の北川副代表のご発言に関連してお伺いします。自民党の中間取りまとめには、北川副代表おっしゃっているように、なかなかこう具体的詳細でない部分が多く含まれていると思います。また公明党さんが主張されているその政策活動費の使途公開であったり、また旧文通費といった項目については盛り込まれていませんでした。今後この国会の場で議論が深まっていくとは思うんですけども、現時点でこの政治改革、どういった結論というか方向性になれば実効性のあるものになると評価できるか、北川副代表のお考えを聞いていければと思います。先週ね、ちょっと1週間前に党としての取りまとめはさせていただきました。ただ、まあ、この政治資金の問題というのは、与野党共通の、まあ、ルール、政治資金に関するルールをね、決めていこうということなので、まあ、与野党協議をこれからしていかねばならないと思うんですね。まあ、おそらく自民党の方もですね、これは与野党協議に委ねるしかないということで、詳細、具体的な形は書かなかったのかなというふうにも思いますが、ただ、やっぱ自民党としてのやっぱ見解、考え方はね、やっぱ出してもらいたいなというふうに、具体的なね、考え方は出してもらいたいなというふうに思います。現実に議論はされていらっしゃると思うんで、どう透明性を確保するのか、また、先ほど来申し上げた通り、議員の責任、法的な責任も含めた罰則の強化をどうするのかということについて、当然自民党内で議論がなされていると思いますが、まあ、そのことについてね、しっかりと結論が、この国会で出して、そして政治資金規正法が改正したと言えるようにならないといけないと。この国会の、まあ、一つのね、大きなテーマ、だと認識をしております。我が党にも大きな責任があると思っています。他にはいかがでしょうか。日本経済新聞の今井です。よろしくお願いします。関連してですね、連座性のところに関してお伺いします。副代表、先ほど議員本人が法的な責任を持つかどうかが国民の関心事だとこのようにおっしゃっておりました。自民党の中間取りまとめでは、まあ、当該の部分についてですね、会計責任者が逮捕された場合、その代表を、団体の代表を務める議員も処分できる党則改正を行うというふうになってまして、まあ、これは法律ではなく党則の内容になっていると思います。この点、不十分、どうお考えでしょうか。まあ、国民の皆さんからご覧になられてね、事務を担う会計責任者だけがね、責任を負っていると、法的な。これは違うだろうということなんではないかと思うんですね。で、そういう意味じゃ、やはり、当該政治団体の、事実上の主催者であるね、議員本人がですね、やはり、その選任、または監督にですね、不注意があったならば、これは、当該議員もね、責任を負うと
という形にしなければならない。連座制という意味はですね、そういうその専任または監督に、少なくとも不注意等があるならばですね、罰則、罰金等のね、罰則を課すということ。罰則を課すことによって、公民権がね、一定期間停止になるわけですね。まあ、そういう意味での連座制の導入。これはやはり、不可欠だろうというふうに思っております。ぜひね、これは実現できるように党として、リードしたいと思っております。お考えいかがでしょうか。よろしいですかね。はい、どうぞ。読売新聞の森山です。別件ですいません、冒頭おっしゃった2月10日の全国県代表者会議とはこれはどういった意義付けでこの時期に、例年ですね、通常国会が始まって2月はこの頃にですね、例年全国県代表協議会を開いてるんです。で、そこではその時々の政策課題また政治課題についてですね、しっかりと議論をしていく、まあ、そういう場になると思っております。そういう意味で定例的に行っている会議です。他はよろしいでしょうか。それでは以上で定例記者会見終了させていただきます。ありがとうございました。